これからご紹介する作品は、篠崎春夫さんが油絵の絵画で描いた花の絵の静物画です。タイトルは赤と紫のバラです。篠崎春夫さんの油絵の絵画の中でも特に大きい F30 号と呼ばれるサイズの花の絵の静物画です。静物画は背景が難しいと言われますが、篠崎春夫さんレベルのすごい画家さんになると背景の素晴らしさが際立っています。白と水色の優しい色合いの背景が赤と紫のバラの花を見事に引き立てています。絵肌は荒々しく、油絵の具は厚く、非常に立体的です。篠崎春夫さんの油絵の絵画は比較的小さなサイズの作品が多く、この大きさの花の絵の静物画はごく稀です。世界に一つだけの素晴らしい出来栄えの花の絵の静物画だと思います。篠崎春夫さんのコレクターやファンの方にはもちろん、大きな花の絵の静物画をお探しの方にぜひお勧めしたい油絵の絵画です。